こんにちは、全活の領土です。進行です。翔です。谷合わせて、全活チャンネルです。一番乗り気でやらない人。何の音楽とるんですか？言ってきましたね。今回の動画はですね、全活の質問箱にいただいた質問に回答するという感じでお送りしたいと思います。で、今回いただいた質問がですね、身内の一人が修行中で寂しいと感じつつ、待っている家族に何かアドバイスあればしていただけますか、全活メンバーの皆様にいただいたことを励みに今したいと思っておりますという質問をね、いただきました。はい。ご家族の方が今修行中、そうですね。に行かれているということで、その方に対してどういうことが言えるかというのはですね、私からお話ししたいと思います。はい。はい。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。誰から行こうかな。どうしますかね、やっぱりこう、修行中に何を励みにしてたかってことですね、僕ら。そうですね、そうですね。うん、はい。家族だけじゃなくて、友達とかも含めて、恋人とかもそうでしょうし、はい、自分の待っててくれてる人が、の何を励みにしてたかってところを話せばいいと思います。そうですね。じゃあ、私からですね、お話ししたいと思います。私はね、父から定期的に手紙をいただいておりました。はい。で、この手紙の内容はね、あまりたわいのないもの。言いますか、元気でやってますかというのと、今頑張れば、いつかこれが糧になるからっていうことであったりとか、禅の言葉が書いてあったりっていうことで、一筆線ぐらいのものでこう書いてあって、それとまあ、たまに、必要なものであったりとかは実家から送ってもらったりするので、下着であったりとかね、防寒着であったりとかっていうのを送ってもらった、そこになんか手紙が添えられてるんですけど、それが私結構励みになりましたね。なんか父親と手紙をすることってあまりない。ない。振り返ってみても人生であの時だけだったかな、と思うんですよね。で、なんかその父親の書いてるその筆の様子であったりとか、筆跡を見るのもなかったですし、こういう字を書くんだ。はいはい、お父母とかのね、字とかは見ることありますけど、手紙の字ってあまりなくて、父親はこういう字書くのか、とかこういうこと書くのかっていうのを思いながら、ただやっぱりそれがすごく自分の中で、心の支えになってましたね。今でもそれです大切にとってあるので、私にとっては、この支えになったのは父親からの手紙ですね。それに尽きちゃうところはあるんだよな。ちなみに手紙にはどんなことが書いてあったんですか？ツイッターみたいな。いや、本当に、何でもない。何でもないと言いますか、摂理の場合か、ただ意思みたいな感じじゃないですか。お結構その、あれだ、じゃあ、割とその、高次元の話だったんですね。うちの庭に何とかの花が咲きましたとかじゃなくて。あ、じゃなくて、競合みたいな。はい。元気でやっていますか？今は辛いと思うけれども、これが頑張れば、いつかそれが、春が来ますよとか。で、体に気をつけて頑張ってください。この3本立てだいたい。だけですね。だけですけど、すごくあったかい気持ちになったというか、確かにそうだよな、という。心配されてるなっていう。当時手紙とかどう？手紙は普通に出せましたけど、手紙でのやり取りをしたのは、一番仲のいい親友と、それも一回きりぐらいだったかな。もう手紙だけが楽しみだったな。うん、手紙の時間になるとみんな、一人が取り行く役が大体各部署があるんですけど、俺の来てたみたいな、すごいな。そういうやりとりというのがね、その、今みたいにね、LINE をしたりとか電話したりみたいな時代ですけど、それがね、なかなかできない。いや、1年目の時とか2年目の時とか、ね。ああ、むしろ2年目はできなかったですね。はい。絶対できなかった。はい、進行さん。はい。僕は、上山の段階からそうだったんですけど、自分の仲のいい友達がほとんど仏教学部っていうかお寺の子供じゃなかったので、みんな就職とか、一番仲いい友達は1年ちょっと留年して、で、就活をしてる時期だったんです。その、なんかこう自分が上山の時に寒い、どうしよう、辛いってなった時に思い出したのはやっぱり今も社会に出て頑張ろうとしている友達とかの顔だったり家族だったりしたので、自分の気力、体力だと思いきや結構そういう人に支えられてるんだなっていうのをまずそこで気づいてからは、今も仲のいい、大切な人じゃ頑張ってる。って思ったら、自分もまた会った時に同じところで喋れるように頑張ろう、思えたんです。それがなんか唯一その自分がこうズルしたり、ルール破ろうとしてしまった時のストッパーで一番大きくて、あの親友と喋れるかな、名義で喋れるかなっていうのが自分の中でずっと大きかったので、頑張ってねだけじゃなくて、私たちも私たちで今同じ世界で生きてるよっていうところがもらえると、なんかちょっとこう励みにはなるかなってすごく思います。なんか、修行道場だと、自分たちは意外と時代に取り残されている感覚。そうそう。社会の方は時間が流れているんだけれども、
だけども自分たちも何やってんだろうとかって思ったりですとか、逆に残されてる側は、あっちがあんなに頑張ってるのにって思っちゃうかもしれない。はいはいはい、そう。だからね、そこのね、ズレ結構生じちゃうかもしれないですね。向こうはやっぱり修行にね、毎日必死にやってるんだろうけど、だからね、自分たちの感覚と、待ってる人の感覚って、実はもうギャップが結構あるかもしれないですよね。そうですね、うん。だから、待ってる人も、修行に行ってる人も、お互いに、あ、あの人も今こうしてる間にも頑張ってるから、ちょっと自分は、ちょっとここで一歩踏ん張ってみようとか、正しくあろうみたいな、お互いを頑張る理由にできればいいと思うんですよ。はいはいはい。お互いを悪い方に行く理由にしちゃいけないんです、俺だって家族とも会えなくてこんなに寂しいんだからこれぐらいのズルしたっていいじゃんって思わせない、そこはすごく仏様の捉え方ですね、生きている大切な人仏様としては、今になって思いますけどね。じゃあ久保の字は、はい、私はですねこれ修行時代の経験ではないんですが、私中学から地元とは違うところの学校に、中学受験して学校に入ったんですけど、地元と離れてるから寮なんですよね。で中学1年生から親元を離れて生活してたわけです、その時のやっぱり経験を話させていただきたいんですけど、やっぱりめちゃくちゃ寂しいんですよ。もうそれまでの生活スタイルでもガラッと変わって、割とうち5人家族で賑やかな感じの家庭だったんですけど、その中から一人飛び出ていって、そこから生活するっていうのを、例えばその、夜とか家族のことを思い出してくると涙がほろっていう風に出てきたりとか、永平寺とかと違って、もちろん電話とか許されてるんですよね。通信する手段っていうのはあるんですけれども、私はなるべくそれをしないようにしてたんですよ。それは、一つは意地があったんですよね。親元に連絡するなんて軟弱者することだ、みたいな、そういう気持ちもあるんだけども、その裏では、こっちが電話したら向こうが心配するかもしれない。寂しくて電話かけてきた。あの子大丈夫だろう思わせるかもしれない。みたいな思いが一つと、それが一つあって。で、多分ね、うちの親もそれを察してか、親の方からそんなに連絡してこなかったんですよ。頻繁に連絡してくるご家庭の方は、それこそ3日に1回とか、寮に電話かけてきて、大丈夫かい？やってるかい？っていうような、そういうふうに、交流取ってんだけど、むしろ、連絡しない方が向こうが安心するからっていうふうに、僕は思っていて。なるほど。通信しないでね。で、逆にそういう風に思うことで、家族に対する思いとか絆っていうのはすごく深まったんじゃないかなっていうのは思ってます。ただ、その中で僕の経験の中でね、一回ものすごく限界を迎えて、どうしても今家族に会いたいっていう時が来て、それこそそのゴールデンウィークで一回帰省したりするんですけど、ゴールデンウィークから8月までってなかなか帰れる期間もなくて、3ヶ月間親元離れっぱなしがすごく辛くて、その半ばぐらいにもうお母さんの声が聞きたいってなって、公衆電話に10円入れて、家の電話をポチポチ押して、トゥルルルって、ね、電話繋がるじゃないですか。繋がって、はい、もしもし、久保田ですって言われた瞬間、もうガチンって。ああ、なるほど。いやー、それがね、ムカついたってことですか？違う、全然。心の機微を分かれ。いや、なんだろう、その瞬間もいろんな感情が爆発して、嬉しいし、でもなんか、自分の中の決め事破っちゃったし、もうその瞬間、その電話を続けられなかったんですよね。やっぱりそれだけ離れていてもお互いのことって思い合っているし、なんだろう、繋がってるんだなっていうふうに私は思います。だから、いたずらに心配することもないし、信じて待ってればいいと思います。そうですね。はい。離れてることでね、その人の大切さっていうのはすごく感じることがありますからね。離れてる間にこそ、こう、作られる関係ですね。ありますよね。この質問いただいた方がご家族なのか、伴侶なのか。はい、ああ、そうですね。あるいはその友達、身内っていう表現は広いので、どういうご関係かはね、まだわからないんですけれども、ぜひ、まずはご自身がどう生きてるかとか、接し方、修行に行っている人との接し方。会いたい、早く帰ってきてだけでは、実は逆に必ずしも支えになりきるかどうかはわからないと。例えばね、私も付き合ってるね、彼女に、寂しいとかって言われたら、なんかね、そうそう、帰る帰る帰る。そうそうそう。ちょっと会いに行かせてください。今はね、すごく修行っていう貴重な時間ではあるのでね、そうですね、とにかく応援してあげるっていうのがいいのかなと思います。ここはでも長さじゃなくて、人生のうちの、だってどんだけ長くても10年する人はなかなかいないじゃん。そうですね。その期間もね、お互い大切な時間なのでね、そうそう、お互いに修行ですから、そうですね、はい、そうそう、修行に行ってる人だけじゃないってことです、素晴らしいです、その通りです、はい、まあこれがね励みになるか、逆に悩ませてしまうかはね、ちょっとわからないんですけども、我々の経験から、はい、はい、
はい。ということで。質問が仕切っちゃった。はい、いえいえ。今回はね、質問箱にお答えするという回でした。うん、はい、この動画が面白かった、参考になったという方はですね、チャンネル登録、高評価ボタン、コメントいただけたら嬉しく思っております。それではご視聴いただきまして、ありがとうございました。ありがとうございました。いつからこの流れになってるんですか。